続きまして、徳島ボッツ株式会社代表の取締役社長、石田和弘よりご挨拶をさせていただきます。
湘南温泉における先ほどの将軍師匠が、発生しまして皆さんに大変ご心配ご迷惑をおかけしたことを今後お会いいたしまして改めて深くお詫び申し上げます。今度のサポーターが全力のサポーターでいらっしゃる中でこのようなことをお話しするのは非常に恐縮ではございますが、一部心のサポーターがまだいらっしゃるのであればよくお聞きください。何度もお願いしてまいりましたが、本当の希望で最後にさせてください。この受賞を受けまして多くの運営業のサポーターの皆様、スポーターの皆様、そしてクラブ、そしてこちらの奈良気がされました。今日はしますので本当に
皆さん、全員が最後まで力を出し切って、戦ってきました。本当にもう一度皆様に申し訳ないという言葉を、伝えたいですし、そして、この舞台にもう一度1年で、帰ってくるということを、約束したいなと思います。本当にこうやって、温かく、受け入れてくださって、本当に、スポンサーの方の皆さん、そしてクラブの皆さん、ありがとうございます。本当に皆さんなしではここまで来ることができませんでした。先ほど出張からもあったように、1年で絶対に戻ってくるので、もう一度、皆さんの力を貸してください。ありがとうございました。
くださった全ての皆様、ここには来れなかったけど英語の講座で応援してくださった皆様、1年間本当にありがとうございました。Thank you.
小谷製造スタジアムへお越しいただき本当にありがとうございました。2022シーズンもスタジアムへお越しいただき共に熱く戦いましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you.